今日はですね、暴力に代わる善意というテーマでお話ししたいと思います。うんとね、昨日ですね、久しぶりに僕ね、イラッとしたことがあって、あの、まあ、だけどこれはですね、自分も逆の立場だった時に、まあ、やってしまいかねないことだと思ったので、自回を込めてね、お話ししたいんですけども、まあ、あのー、相手があるね、仕事のことなので、具体的なね、内容はちょっと避けてですね、なんだろう、別のものに置き換えて喋ると、例えば、 んとね、まあ、どこかで大きな災害があって、困ってる人がいたとするじゃないですか。で、その困ってる人たちを助けようと思ってね、いろんなものを一旦後回しにして、ボランティア活動をすることを決めるっていう、こういうケースって結構、まあ、時々ありますよね。その時にですね、うんと、ボランティア活動をすることを決めた、えー、例えば僕に対してですね、ボランティアってこんなリスクがあるよとか、それをやっちゃうと毎日、こういうことが起きるよとか、こういうやり方をした方がいいと思うよとか、 A の地域の人を助けるんだったら、B の地域の人も助けてあげて、っていう、あの、アドバイスをいただくことがあって、もちろんですね、これアドバイスしている側はですね、これ良かれと思って言ってるんだが、それが一定量過ぎると、だったらお前がやれよって思っちゃったりしませんしかもそのアドバイスの内容が、はあそっか、そこすいません、気づきませんでしたっていう内容じゃなくて、 いや、そんなもん、どう考えたって折り込み済みだよ。その上でやってんだよっていうものだった場合、そこでなんだろう、この蓄積される、その、善意かもしれないが、そこで蓄積されるストレスって、半端ないんですよね。これ、ポイントは2点ですね。善意と蓄積、この2つなんですよ。どれだけ善意のアドバイスであろうが、分かってるよ、そんなことが続くと、一気にやる気がそがれる。 アドバイスを出している側はですね、あの、まさかですね、うんと、邪魔してやろうなと思っちゃいないし、まあ、うまくいけばいいなと思っているけれど、分かりきってるアドバイスって蓄積されて、どっかで暴力に変わるんですね。でも、これって、あの、何かを始めようとする人に対して、意外と僕たちやってしまいがちじゃないですか。あの、親がですね、子供の挑戦を反対するような、その、なんだろうな、あの、身内のドリームキラー、みたいな話とは違ってですね、 まだこれなんだろう。名前がついていない何かしらのアクションなんですけれども、まあ要するにですね、分かりきっている善意のアドバイスは蓄積されて暴力に変わるっていうやつですね。昨日も僕本当にもう腹が立って、まあでもね、とはいえですね、一緒にやってるスタッフに対して裏でね、そう腹立ってるなんか嫌だな、あいつとか思ってるのも、まあ気持ち悪かったんで、あの、腹が立ってますっていうことをですね、直接本人に伝えたんですけども、おそらくですね、これ言われた側はですね、え、なんでそんな怒ってるのって思っていると思います。 だって、うん、君のためを思って行ったんじゃんだし、そんなに強い言葉を泣けてないじゃんなので、なんでそこまで怒ってんだろうって思ってると思うんですね。ただ繰り返しますが、これって蓄積なんですね。例えば、えっ、ー、と、ネットの悪口とかも一緒で、 ちょっとキモいっていうのが、これ1件だけだったらおそらくみんなあんまりダメージがないと思うんですけども、これが1万件だったら結構食らっちゃうと思うんです。そしてこの食らった側がですね、ものすごく、えー、切れた時にですね、切れられた側は、えー、あの一言でそこまで切れるってなる。 結構、そのもっと軽い気持ちで言ってたんだけど、みたいな。これもやっぱ蓄積ですよね。それと似たような話で、今回それよりもさらに立ちが悪いのは善意だったっていう点ですね。問題はですね、こうして喋ってる僕もですね、この善意の暴力を振る側に回る可能性があるということなんですね。では、これをどう回避するかっていうのが今日のあのパンチラインなんですけども、やっぱり相手のことを徹底的に想像するしかないですね。 一番やっちゃダメなのは釈迦に説法ですね。その道のプロに対してこうやった方がいいですよって言っちゃうあれです。これはもう論外なので、まずはですね、相手がですね、どれだけの知識や経験値を持っていた上でその行動をとっているのかっていうことを、そういった想像を働かせる必要があると。次にですね、これが大事ですね。挑戦する人がどんなアドバイスをすでにどれだけもらっているかを推し量る必要がある。と、例えば、 えー、メジャーリーグに挑戦する、プロ野球選手を捕まえてですね、首根っこ捕まえてですね、アメリカに行くなら英語の勉強はしておいた方がいいよ的な。あのー、お前はそれを言うのが1回目かもしれないけど、言われてる側は1万回目だし、もしかしたら私のこのアドバイスは1万回目かもしれないぐらいは考えろよっていう。 アメリカに行く野球選手に対してですね、英語の勉強をした方がいいよっていうアドバイスをする第一号になれる確率なんて、もう天文学的な数字だよ。自分がそのアドバイスの第一号だと思うなっていうところですね。 で、ここら辺の配慮が抜け落ちていると、善意のアドバイスがですね、もう分かってるよっていう、暴力にま、変わる場合があるから、まあ、ここはですね、自分も踏んじゃいそうな地雷なので、えー、気をつけていきたいなということを思いました。というわけで、えっ、ー、と、今日はですね、暴力に変わる善意というテーマでお話しさせていただきました。